旭川市立東高須中学校は北海道旭川市にある中学校。市内で最北に位置する。特別支援学級を有する。ほとんどの生徒が部活動に所属している。顧問は部活一つにつき三人程度となっている。男女共に標準学生部区、学校指定上履きを着用。夏季からは男女共にワイシャツ、または 解禁シャツを着用する。また、男女共に同じ指定ジャージもあり、入学と同時に指定ジャージを買う生徒が大半を占める。保健体育の授業時、それを着用する。夏はチェックを受けた自転車での登校が許される。生徒会活動は前期と後期に分かれている。生徒会活動に参加するかしないかは、人数で分けられているため、参加しない生徒も多い。 開校記念日は6月1日で休日となっている。東中祭りと呼ばれる学校祭、東、高スクリーンの日と呼ばれる地域ボランティアのゴミ拾い、校内をむつぬいなど。また、年間予定授業日数は208日前後となっている。校門前に野口秀世像が建てられている。自主税に富想像力豊かな生徒を教育目標としている。 自主創造を築き考え歩む生徒である。表記が異なる。ありがとうございます。